ジャガーマーク7、A と9は、イギリスの自動車メーカージャガーが1950年から1961年まで生産した大型乗用車である。1950年10月のロンドン自動車ショーで発表された。先代のマーク V とホイールベースは共通で、同一シ,ャシーを用いていたが、内容は大幅に近代化された。ちなみに、 マーク6は存在せず、本来はマーク V の高性能版のための社名となるはずであったが実現しなかったとも、ジャガーがライバル視していたベントレーがマーク7を発表しておりそれに遅れを取ることを避けたとも言われている。幅広の車体はフェンダーとヘッドライトを車体に完全に統合し、リアオーバーハング延長でトランクスペースを拡大した新デザインで、 しかもふくよかなフェンダーラインを残してクラシカルな雰囲気を止めたジャガーのオーナーであるウィリアム・ライオンズの作品にふさわしいエレガントなスタイルとなった。実質的な車服の大幅拡大は重要な輸出先であるアメリカ市場でのニーズに応じたものである。エンジンは2年前に同じロンドン自動車ショーで発表され前年に発売されていた。 スポーツカー XK120 と共通の直列6、気筒 DOHC3442cc160、HP5500rpm 27.、27.0、KGM2500rpm と高性能な XK エンジンがサルーン系として初採用された。もともとこのエンジンは新型サルーン用として開発されていたのが実現したわけである。 この強力なエンジンのおかげで、大柄で背の高いスタイルと六百七十六キログラムと、重い車体にもかかわらず、当時の高級乗用車としては、画期的な最高速度百1 0 0 m ワーを超える時速百六十八キロメートルを実現した。当時の英国自動車雑誌、ザ・モーターによると、最高速は百一1 0 1 m ワー、零から六十マ6 0 m ワー加速、13. 1 3一秒と、 今日でも通用する動力性能を記録している。ドラム式ブレーキにはサーボアシストが装備された。当時の新車価格は1693ポンドで、性能の割に割安という戦前からのジャガー車の伝統は守られていた。第二次世界大戦からのイギリスの復興を象徴する豪華高性能高級車として歓迎され、1954年の マイナーチェンジまでに2908台が生産され、その多くがアメリカに輸出された。レーサーとしても使われ、シルバーストンサーキットでのプロダクションツーリングカーレースで1952年から1956年にかけて5年連続で優勝するなど、XK122 もそれほど劣らぬ、好成績を収めた。1953年初頭には、ジャガーとして、 初めてのオートマチックトランスミッションをボルグワーナー製3速で設定した。1954年のロンドン自動車ショーで XK140 と同時発表された改良型。M はモディファイの E。圧縮比を9.0に向上した XK120SE エンジンの搭載で 190HP 5500RPM 28.1KgM 3000rpm に高められ、最高速度は 104mph となった。また、輸出向けには、前年からオプションとなっていた、ボルグワーナー製三足オートマチックが、英国内でも注文可能となった。外観上の識別点は、ヘッドライト下の補助ランプが、ホームグリルとなり、バンパーのボディサイドへの回り込みが大きくなったことである。トランスミッションは、クロスレシオ化された。 このモデルは1956年のモンテカルロラリーに優勝するなど、より小型軽量なマーク13.4が1957年に登場するまでモータースポーツでも活躍した。1956年から始まった第二次中東、戦争によるガソリン危機で売り上げは鈍化したが、それでも2年間に1061台が生産された。 1956年のロンドン自動車ショーで改良型が発表され、車名がマーク8となった。ウッドと革がふんだんに用いられていた内装は一層豪華になり、外観ではフロントグリルが変更され、フロント窓ガラスが一枚の局面ガラスとなった。エンジンは翌年に登場する XK150SE 同様 210HP に強化され、 最高速度は106マイルパーアワーとなった。1959年までに6227台が生産された。1958年10月に登場した、このシリーズの最終型。機構的には、XK エンジンが内径零ミ 87.0mm、工程 106.0mm の 3781cc に拡大され 220hp。 5500rpm 33.2kgm 3000rpm にパワーアップしたこと、ダンロップ製四輪、ディスクブレーキとパワーステアリングが標準装備されたことが特徴である。最高速は時速 183km。ザ・モーター氏のテストでは最高速度 114.4mph。 上から60マイルパワー加速11.3秒と設計年時の古さを感じさせない高性能ぶりであった。車体は基本的にマーク8と共通だったがサンシャインルーフと呼ばれたスライド式サンルーフが標準装備となり流行のニトーンカラーも選択可能となった。1961年により近代的で大型のマーク X が登場するまでに 一万五台が生産された。当時の日本にも輸入されたが、マーク8、9時代になると輸入制限が厳しくなり、大半が中流前軍人や外国人、外交官の持ち込み者となった。この時代の日本人オーナーには、オーブン社創業者の赤尾義を美学者、クラシックカー収集家として知られた、昭和女子大学教授の浜徳太郎らがいた。 浜はこのシリーズを表して、スポーツ的であり、街の車でもあり、クラシックなところを持ちながら、やはり現代の車だ。若い人に人気がありながら、私たちにも使える。こんなところが面白いと述べている。ありがとうございます。